カットライン。私の名前はリン。優しい旦那のタカシと小学生の可愛い息子のタクマと3人で暮らしている専業主婦です。私は食べることが大好きで、特に甘いものには目がないんです。よく自分でも料理やスイーツを作ったりして、旦那や息子、たまにお友達にも振る舞っています。そんな楽しい毎日を送っている私ですが、一つだけ悩みがあります。それがこの人、ママ友の天野瀬子さん。どう困ってるかというと。あら、相沢さん、おはようございます。あ、天野さん、おはようございます。これから出勤ですか？そうなんです、もう本当に忙しくって、毎日寝る暇もありませんわ。相沢さんは今日は何をして過ごすんですの？今日はお洗濯をして、ご飯の用意をして、お天気がいいからお布団も干しちゃおうかな。あらあら、のんきな一日で羨ましいですわ。私なんて働きながらお洗濯も食事の用意も何もかもしなきゃいけないから、ほんと大変ね。それは大変ですね。しかもうちは、私が高級スイーツ店の店長ってだけじゃなくって、旦那がその高級店のオーナーでしょ。相沢さんとこと違って、私も旦那も忙しいので、クリムに寂しい思いをさせていないか心配なんですけど、この間ガチャ叩き券をプレゼントしてくれたんですよ。いい子に育ってくれて嬉しいですわ。そうなんですか、よかったですね。じゃあ私これから買い物に行かなきゃいけないので。あら、専業主婦のくせにお忙しいですのね。私も仕事があるので失礼します。と、こんな感じでマウントを取ってくるんです。正直相手にするのも面倒なんですが、クリム君とタクマは大の仲良しで、子供たちの関係を壊さないようにと思って何を言われても我慢していたんです。だけどある日。お疲れ様、頑張ったね。徒競走2位なんてすごいよ。あらあら、相沢さんじゃありませんか。タクマ君、2位なんて惜しかったですわね。まあ、うちの息子と一緒に走ったんならしょうがないですけどね。クリム君早かったですもんね。1位おめでとうございます。うちは頑張るっていうことの大事さをしっかり教えてますから、専業主婦で楽しているような母親に育てられたどっかの手抜き息子より優秀なのは当たり前よね。はい、だから楽な生活を送っている母親を見ているから、息子も楽な道を選んで手抜きしちゃうような人間になったんでしょ。何か言った？ふざけないでください。私のことは何と言ってくれても構いませんけど、息子のことバカにしないでもらえますか。はーい、やっちゃった。こうして息子をバカにされたことが許せなくって思わず反論してしまったんです。これがいけませんでした。その日以降、天野さんは私に嫌がらせをするようになりました。小学校の行事のお知らせを私にだけ送らなかったり、連絡網を私にだけ回さなかったり、さらには先日買い物に行った業務用スーパーでこんなことが。ふんふんふん。あら、相沢さんじゃありませんか。特売品ばかり買い込んじゃって。特売品なんてみっともなくて、私は買えませんわ。そんなに買いだめしないといけないくらい家計が苦しいなんて、専業主婦をやっている場合じゃないんじゃないですか。さすがにひどいですよね。大量に食材を買い込んでいるのには理由があるんですが、天野さんは毎回こっちが何か言う前にさっさとどこかへ行ってしまうので、いつも言われっぱなし。ある日疲れてしまった私は、昔からの友人であるハンズに相談することにしました。っていうことがあって、勝ち込みじゃこれ。リンさん、そいつの住所教えてください。リンさんに手を出したこと、地獄で後悔させてやる。うわー、待って待って、落ち着いて。アンズ、これが落ち着いていられますか。このアンズ、必ずやその女の首を打ち取ってリンさんに献上してみせますから。ちょっと何言ってるかわからない。私のことなんだと思ってるの。でもありがとう、アンズ。聞いてもらえてだいぶ楽になったよ。もう大丈夫。じゃあそんなリンさんをもっと元気にできるものをお見せしますね。じゃじゃーん、高級スイーツ店のケーキ食べ放題食事券。へえ、すっごい。
この汚職事件どうしたの？へへん、商店街の福引きで当てたんですよ。2人分あるからリンさんを誘って一緒に行こうって思ってたんです。嬉しい。私が行っていいの？もちろん。リンさんを誘うためにこの食事券を狙って買い物しまくったんですから。嬉しいけどよく考えよう。お金は大事だよ。まあまあ細かいことは気にせず。いつ行きます？来週とかどうですか？水曜日なら大丈夫。私が予約しておくよ。ということで私はその場でスマホから食べ放題を予約しました。そしてルンルンな気分のままアンズと解散。来週の水曜日を楽しみにしていたのです。一方その頃私が予約した高級スイーツ店クリーム飲みたいのではこんなことが起こっていました。ありがとうございました。すみません、14時から予約した佐藤なんですが。はいはい、佐藤様ですね。はい、じゃあこちらのお席どうぞ。食べ放題なんですが、こちらのケーキを食べきってから注文を受け付けますので。は？なんだよこれ。お通しですよ、お通し。ケーキの食べ放題にお通しなんて聞いたことないですよ。そうですか。でもうちはそういうルールなので、食べきるまではオーダーを受けできませんのでご了承ください。そんなの納得できません。帰ります。あら、帰っていただいて結構ですが、料金はきちんとお支払いくださいね。そんな、何も食べてないのに。お客様がおっしゃってることは当日キャンセルと同じです。お金をいただくのは当然ですよね。お支払いいただけない場合は警察に通報しますので、そのつもりで。さて今日追加された予約はと。相沢凛？相沢凛ですって？あの貧乏人がなんでうちを？まあいいわ、いつも通り巨大ケーキの餌食にしてやるだけよ。なんとアンズが商店街で当てた食事券は天野さんが店長をしている高級スイーツ店だったのです。そんなことはつゆ知らず、私は当日を楽しみに待っていました。そして1週間後。いらっしゃいませ。天野さん、もしかしてここ天野さんのお店だったんですか？そうよ、リンさん来てくれてありがとう。さ、席はこっちよ。リンさん顔色悪いですけどどうしたんですか？この間カフェで相談したママ友のこと覚えてる？あの話この人のことなの。な、あいつが。どうしましょう、リンさん、今からでもキャンセルします？そんなのダメだよ、お店に迷惑がかかっちゃうもん。さすがにいい大人なんだからちゃんとお客さんとして扱ってくれるよ。じゃあこの席ね、今準備してくるから待っててね。スイーツ？いつもの作りなさい。またですか？何よその目は。店長もうやめましょう。廃棄の食材で作ったケーキなんてもう私は作りたくありません。もうお客様を騙すのは嫌です。はあ？あんたバカじゃないの？この店が高い売り上げを誇っている理由はなぜだと思ってるの？廃棄の食材で作った巨大なケーキをお通しとして出すなんて料理人のやることとは思えません。それに見た目だけで判断してお客様を選ぶなんて、どんなお客様にも最高の料理を提供するのが私たちの仕事で。あんた私のやり方が気に食わないっていうの？いいわよそれでも、あんたをクビにするだけだから。最初からそうしてればいいのよ。はいどうぞ、食べ放題はこれを食べてからスタートね。なんじゃこりゃ。何って、お通し。ほら焼肉の食べ放題でも肉の盛り合わせとか出るでしょ、あれと一緒よ。まあ廃棄の食材を使った残飯ケーキなんだけどね。あんたたち貧乏人にはお似合いでしょ。廃棄の食材。リンさんこれ食べちゃダメって、もう食べてる。アンズも食べる？すっごく美味しいよこのケーキ。リンさんお腹痛くないですか？大丈夫ですか？なんで？全然大丈夫だよ。それより食べ放題始めよう。すいません天野さん、このベイクドチーズケーキをホールサイズでお願いします。ホール？いや待ちなさい、それよりなんで食べきれたの？あんたまさかケーキを食べるふりしてその辺に捨てたり、持ってきた袋の中に入れたりしたんじゃないでしょうね。そんなことしませんよ。
私、甘いものには目がなくっていくらでも食べられちゃうんです。目がないってレベルじゃないでしょ。リンさんは相変わらず大食いですね。食費とか大変なんじゃないですか。そうなんだよ。だから業務用スーパーで特売品を買い込むしかなくって困っちゃうよね。あれはそういうことだったの。さて、巨大ケーキも食べきったことだし、食べ放題の続きをやってもいいよな。ベイクドチーズケーキホールで。まっ、いやよ、あんたたち貧乏人にうちのケーキはもったいないわ。はあ、てめえふざけるのもいい加減に。やあやあ、いらっしゃいませ。本日はご来店いただきありがとうございます。あなたどうしてここに。どうしてって、今日ママ友がお店に来てくれるって言ってたじゃないか。妻がお世話になっているならご挨拶しないとダメだろう。あ、天野さんのご主人、何度か学校行事でお会いしたことありますよね。これはこれは、相沢さんですよね。いつも妻と息子がお世話になっております。いえいえ、こちらこそ。それよりご主人、ここのケーキすごく美味しいですね。いくらでも食べられちゃいそうです。本当ですよ。廃棄の食材なのに美味しく作れるなんて、ここのシェフはすごいですね。え、廃棄？廃棄の食材？まさかお前。何の話ですか？ご注文はベイクドチーズケーキですよね。すぐ持ってきますから。何あんた、避けなさいよ。オーナー、このお客様の話は本当です。店長は私に首をちらつかせて、廃棄の食材を使って巨大なケーキを作るよう強要していました。しかもそのケーキをお客様に出して、まともに食べ放題をできないようにしていたんです。あんた黙りなさい。いいえ、たまりません。もう我慢の限界です。お金を持っていそうなお客様にはへりくだるのに、カジュアルな服装をしたお客様には横柄な態度をとったり、料理人として信じられない行動ばかりしていました。お前そんなことをしていたのか。店長とはいえ、廃棄の食材を勝手に使うことは業務上横領罪に当たるんだぞ。それだけじゃ飽き足らず、廃棄の食材を使ったケーキをお客様に出していた上に、お客様を選んでいたなんて、うちの信用問題に関わるだろうが。してない。全部でたらめよ。もういい。お前には愛想が尽きた。妻とはいえ容赦しない。それなりの処分を覚悟しておけ。そんな。相沢さん、ご友人様、そしてシェフ、私の管理が甘いせいでこんなことになってしまって本当に申し訳ない。お詫びも兼ねて、本日は特別メニューをご用意します。ご堪能ください。ベイクドチーズケーキの限定メニュー、すぐお持ちしますのでお待ちくださいね。やったー、お願いします。その後、天野さんはあれだけ自慢していた高級スイーツ店の店長をクビになり、さらに旦那さんには離婚されてしまったようです。お店の新店長にはシェフパティシエのスイーツさんが就任。天野さんのせいで敷居が高いというイメージがついてしまい、新店長就任後も売り上げが伸び悩んでいたそうなのですが、高級感を残しつつ一般の人も入りやすいお店にリニューアルしたらどうかと提案したところ大ヒット。今ではお店の売り上げは2倍になり、地域に親しまれるお店になっています。アンズと私はすっかり常連になっちゃいました。さて、次は何のケーキを頼もうかな。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。